大落のです今回の話題「岸田外交で図に乗る半島」「謝罪はまだなのか天皇訪韓はいつなのか」触れてはいけないところに証拠りもなくまた触れ出した身分をわきまえない半島民に今回も大落は突っ込んでまいりたいと思います。 チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録何卒よろしくお願い申し上げますまた同時にツイッターもやっておりますこちらでは YouTube ではなかなか言えないような発言もパンパカ発言しておりますのでぜひ合わせてフォローをいただければと思いますということで今回言及する記事のタイトルでありますけれどもこちらですね「韓半島平和ウォッチ過去にとらわれた韓日」 天皇の奉還で未来の和解に進むべきというね、こういう記事であります。関半といいですよね、この記事に。これ日本語版の記事でありますけれども、向こうが書いた。 バッチ半島と書いてありますよね死後の退落でも向こうのローカル記事を英語に機械翻訳してそこからまたさらにですね退落なりの意訳で皆様にお伝えするということもよくやっているわけでありますがそんな中で退落もですね朝鮮半島とね普通にポッと訳せばいいところをあえて、韓半島と。 訳すことも多々あるわけでありますが、これは何もですね、ふざけてやってるわけではなくてですね、本当にそのような感じで訳されるわけでありますよね。ですから必ずしも必ずしも韓韓党と言ってですね、私はおちょくっているわけではないというのが、今回この向こうのですね、 ローカル記事まあローカルというかですね中央日報の日本語版の記事でもわかるわけですよね彼らは堂々と韓半島とね言っているわけでありますその中央日報がね今回何を言っているのかということでありますけれども早速ね見てまいりますがこれ実はですね一部二部ににわたって市場に 長ったらしい記事でありますのでここでは要点だけを押さえて必要なところだけをですね抜き出して皆さんと見ていきたいと思います全文をご覧になりたい方はですねいつもの通りでありますけれども今回こちらの動画の説明欄にですねその記事のリンクを貼ってありますのでそこからご覧いただければと思いますはいそれではまずはねこちらから「韓日関係が長い島民から目覚めるのに2ヶ月もかからなかった」 イン・ンセキエ赤大統領の包容的決断で実現した日本訪問に対する岸田首相の呼応は予想より早かったこっちの方がよっぽど驚いてるわということでありますけれどもねそれから5月7日に岸田首相の東レ訪問があり続いて G7 に出席したイン大統領は5月21日に 広島平和公園内の韓国人原爆被害者慰霊碑を岸田首相とともに参拝したこれで12年ぶりにシャトル外交が復元され徴用問題をめぐる2018年の大法院最高裁判決以降の外交的格闘が5年ぶりに解消されたということで解消されちゃったと言っておりますけれども大丈夫でしょうかね、皆さんね本当にね。 じゃあこれ結局、一度は出した大法院のね最高裁の判決これをねどのようにお互い両国は受け止めるんでしょうかねまあただ、今ずらずら書いてあった内容でありますけれども誰がどの立場でどう受け止めるかは別としましておおむねねこういうことがあったよということだけは事実だと思いますだから私たちもね今、怒っているわけでありますけれども何をやってるんだということでありますが。 問題はこれで調子こいてこんなことを言い出した半島メディアの今回の作文でありますはいこれこの過程で訪韓時の岸田首相の謝罪証言が勝備の関心事となった岸田首相は近代中小渕共同宣言を含む歴代内閣の立場を継承するという言葉に続いて 厳しい環境の下で多数の方々が大変苦しい悲しい思いをされたことに胸が痛む思いと個人的な所感を語った野党と現政権に師範的な人をはじめ国民の多数は期待に及ばない表現だとして四苦消苦昇華したということでねもうこれ私たち日本国民としましては岸田政権完全に終わっておりますけれども。 これを持っても低く消化するというね半島の国民でありますだから甘やかすな図に乗らせるなということでありますけど向こうは、ですねもうこれでたくさんですと常識的にはですねもうこれで十分だということはですね一切ないしかも感謝することもないというねそういう文化習慣であります、ないんですそしてこんなりりもあります。 しかし消極的な管理だけでは逆走行を防げないだろう私は韓日新条約を締結して韓日和解3.0時代に移るべきだと考えている韓日新条約が植民支配の不法性の有無など1965年の韓日条約で縫合した事実を議題にして解決しようとすれば合意に至らないだろう。 経在的課題にともに対処することに協議を集中し導出された案を制度化できれば「韓日和解3.0」の新しい時代が開かれると期待する何を言ってるんでしょうかねこの人ふざけてるんでしょうかね。 頭がおかしくなりそうでありますけれどもこれ、要するに包括的にあくまで彼らなりにうまくやっているつもりだという意味ですけれどもね包括的に、まあ、我々日本人にとってはそれが丸見えなわけでありますがこすっからいことをやり出すわけであります言い出すわけであります日韓条約請求権協定を全部これ白紙に戻して新たに条約を結びましょうとこう言っているわけであります。 これこそまさにおかわりちょうだいのね最たるもんでありますよねこんなことを言い出したわけでありますも,もちろん65年当時にですね試算したら占めて最低でもですね11億ドルはくだらない当時のお金ですけどもね少なくともくだらない日本がくれてやったものを現在の貨幣価値に換算してですね一旦耳を揃えて返すならばそれはそれで話はわかるんですけどもね まだまだですね話はわかるということでありますが彼らは政治でもビジネスでも商談の基礎すらありませんですからそんなものを一旦返してからなんていうね筋を通すはずもありませんそして最悪今回最悪の部分がねこちらになりますこんなふざけたことを言い出しますもちろん多くの障害物が新条約締結の道を塞いでいる。 その中でも、韓日和解2.0時代に君臨した責任論的和解論という、健康な自由の障害物を超えなければ、新条約の実現は期待しにくい。だから新条約なんて誰がやるって言ってるんだという話であります。勝手に向こうで騒いでいるだけですよね。そしてこの後です。はい。 このためにこのためにというのは真珠薬ですかそれをやるためにと言っているわけでありますけれどもこのために天皇の法官を進めることを考慮することができるすべての条件が揃った後の法官ならいつになるかは分からず法官の意味も小さいというねこんなふざけたことを言い出しております。 不敬なということでね私はね本当にこれこそ怒りの頂点に達するわけでありますけれども万が一にもですね我が国の天皇皇后両陛下がですね下半島あんな地域にでありますご行庫を遊ばされるなんていうことがあってはなりません絶対にであります。 仮にも連中が妄想で描いた作り話の中であってもですねその意味も小さいとは一体何なんだということでありますよね、今すべて,、ね、ての条件が揃った後のね要するにこれ準備万端でなんかしないでとっとと呼べとはこういうことを言っているわけでありますけれども本当に不景気はあまりないですよね。 要するにそんな準備万端の後読呼んだって仕方がないと小さいとこういうことを言うわけであります先日、日本政府は半島メディアの報道にまあねそんなことは良くないと反対しますということもあったわけでありますけれどもこういう記事こそ即刻指南をするべきですよねもう前回、前例があるわけではありますからね岸田政権ですからねやらないだろうなと。 思っちゃいますけれどもね今回この記事にどうなんでしょうかね、まあ、やってくれたらやってくれたってそれは一つね一つはそれでいいわけでありますけれどもそしてこれでありますまだあります天皇の象徴責任をきっかけに責任論的和解論を超える場合新条約締結の道が開かれるだろう新条約を締結する最適な時期は韓日国交正常化60周年となる2025年だ。 日本と共に両国の経験と知恵を集めなければならないだろうということでおたくらにどんな知恵があるんだと私もね思わずついて出る言葉でありますけれども勝手に言ってろということですよねこんなものはいつものレベルならというところでありますけれどもしかし今回はあろうことか日本の天皇陛下まで名指しで出してきたと。 不敬極まりないものでありますからね妄想だろうとなんだろうと許されるものではありませんこんなものを許したら岸田政権閣僚以下現国会議員はもはや全て日本人ではありません覚えておけよということでありますけれどもねありえない話でありますけれどもね。 我が国の陛下に謝罪をさせる気なんでしょうねこれねおそらくねあちらの論調からするとですねここには書いておりませんけれども間違いなくそういうことを言って騒ぎ出すに決まっているわけであります、うん、日本の初代総理大臣まで暗殺されるようなそんな地域にですね陛下のご行幸などありえません絶対にありませんしかしながら向こうの政府外交部でありますけれどもね これは日本の外務省に当たるところでありますが公式サイトにこんな国民の声をね載せております、これは以前のものでありますけれども日本のね天皇陛下が向こうに行った場合にですねどうなんだという国民の声でありますけれどもタイトルがですね韓国政府外交部日本天皇陛下についての意見ネイバーブログを共有するということでね。 ここれ向こうの仮にも日本でいうところのね外務省ですけれどもねそこの公式ページに韓国のネイバー日本で言えば要すするにですね2チャンネル、5チャンネルのコメントを、ね、載せるようなもんだと私はねこのように理解しているわけでありますけれどもこういうことをやっているわけでありますよね。 日本に対して断ることに死亡中傷罵声の限りを尽くすそんなねコメントであふれ返るネイバーでありますけれどもそんなところのコメントを向こうのね本当に政府が乗っけるというねまあそれはそれでお国柄なんでしょうよと思うわけでありますがせっかくですから今回はここから退落しろって見てみたいと思います。ままずははこんな声がね韓国政府によってて取りり上げられております、はい まずタイトルからして私たちの国の外交部で日曜を天皇と呼んでいますねということでね天皇陛下ということすら気に食わないと彼らはね日曜だなんてこれまた不敬極まりないことを言いますけれども世界でも天皇陛下はですね日本だけでありますからね歴史もないもうないに等しいですよね日本から比べたら。 そんな地域は妬み、中傷することしかできないわけでありますそれではいつまでたっても幸せにはなれませんよということですよね。いややっぱりすごいなと歴史が深い国はねすごいなというふうに見ていれば自分たちだっていつかはすね素晴らしい国になっていくと。 いうことだとだ私はね思うわけでありますけれどもそうしてですね隣を見ながら、チラチラ見ながら常日頃、悪口ばっかり言っているそういうところはですね結局、最後まで幸せになるのは難しいんじゃないかなというのが私のまあ1つのね哲学的なことでしょうかね大げさに言えばですねそのように思います。はいそれから 一度用語の整理からするべきまだこういうこと言いますかね日本人ならどんな言葉を使おうと気にしないが天皇という用語は宗教の意味を含んでいる我々には愉快なものではないので日王ということにする日王奉還は反対を通り越して私には不快である正直日王が来て 我々国民に何の関係があるのかという話こんな情けない話を我が国民へするのが外交部官僚や政治家たちだとこういうことをね言っておりますけれどもここまで日本の象徴を侮辱するのですから正直彼らにはもう何をね言っても許されますよね私たちだってね本当にここまで侮辱しているわけですからねはいそれから今の日曜は先般の子であるが。 長々たる日曜がしざまずき頭をしれ伏して、 謝罪すするるるととととしても韓国国へ入国させるこここは心理的な拒否感があるとほらねねううういうことを言うわけですよ、ね、先ほどね謝されるんじゃないかなみたいなことをね言いましたけれどもはいそれからしかも政治家でもない立憲君主国家の日王が来て何をするというのかということでねまあ、さっきと同じことを言ってるわけでありますけれどもまあ結局だからですね日本の陛下がおたくらの地域に何か関わるはずないだろうと言ってるんですけれどもね勝手に陛下 のことを自分たちで話を出しておきながら自分たちで指定するいつもの鬱陶し必要な絡みですよね、それからこんなのも中にあるということで一応ねご紹介しておきますけれども、まあ、これであとねこれと一刻でしかコメントはなかったわけですがこんなのもありますいつまでも日本に対する市街意識の中で生きてはいけない。 急激に変化する国際社会の中で、我が国の若い世代は世界の人々と関係を結ばなければならないが、日本に対してだけはいつも何か恥ずかしい。うにょうにょとまだね、いろいろ書いてありますけれども、もう読むのめんどくさいんでね、この辺で切っちゃいますけれども、対して中身のあることを言っているわけではありません。彼らの本質、根本がこんなことを言ったからってね、変わるわけはありません。 まあ万が一にもとは思いたいのですけれどもここまで国民を裏切ってきている岸田文雄さん天皇陛下の奉還などまさかですよね本当にまさか夢夢ですね変な気を起こすんじゃねえぞと私はね思うわけでありますけれどもただですね今の政権においてはですね今の政権というのは岸田政権のことを言いますけれども。 半島メディアが先に騒いだ話が実はですねこれことごとく現実となっているわけでありますしかし今回のですねこの陛下を出されたことについてはですねもはや例えば次の選挙でねもう自民党には入れないぞなんてそんななマッチョロい話で済む問題ではありません日本国家そのものに関わる話であります 皆様はこの記事についてどのようにお考えになられますでしょうかということで今回もここまでご視聴いただき誠にありがとうございました皆様のコメント楽しみにお待ちいたしておりますそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ